どうもおはようございます。いよいよ、オリンピックの聖火が日本に来ますね。長野でもってね、聖火リレーがというんですよ。長野からどこまで行くの？いやいや、長野の中をね回るだけなの。回るって長野全部じゃないよ。もちろん全部じゃない、一軒一軒こんちはって行くわけないんだからね。いやいや、東京でやるのか大阪でやるのかって。ああ、それは全然ないの。長野だけ、ね、日本に来ればいいの。長野オリンピックやったんだから、そこでそういう縁もあってね。小坂のとこだな。そうよ、小坂健二君のとこだけどもね、警戒がね半端じゃない。何、30万人ぐらい来てんの？違うよ、見る人よりも、ね、これを妨害されたらいけないというリレー 200m ぐらいですね、何十人かでやるんですがね、そこはどう何が起こるか分かんないんだけど、世界中みんな、ロンドン、パリだろう。だっていろいろインドなんかでもってやってんじゃないの。いや、だから今だインドだって荒れてますよ。だけども日本でもろくなことしてないもん。よくないもん、あんな人の国に干渉するなんて。中国はだからそれはチベットの問題ね、だけど抗議デモをするのは自由ですが、しかしね、成果をね妨害するのはね、これはやっぱりやっちゃいけない。もうせっかく盛り上げて、ダライラマ14世が言ってんだよ。だって無視しちゃいいじゃねえか、あんなもん誰も見ねえで。いやだしょんべんして寝てる。これから盛り上がるセレモニーみんなが見たいという、はい、そっから始まるんだよ。しょんべんの話とか してないよ。いや面白いよ、聖火にしょんべん引っ掛けるなんてのはね、聖火ションっつってね。そんな上までしょんべん行くかっつんだよ。いやいるよ、俺の友達でもってね、あのバーでね、ガブ飲みにしてね、ピューッと上までやるの。上って聖火はこうだよ。だから高く行くだろうっていうことにおいては行くっていうことに。じゃあ、ね、命中するか。だからそのぐらいやるなら命中なんてわけないよ、そんなわけない。あの聖火の火おしっこで消せるか。何が痛いの、ちょっとやろう。お前いくつになった。いくつじゃないよって。どうしてこれじゃれてんだよ。問題は、いやちょっと問題はない。だからね、長野はね、だから警備がねすごいね厳重で、イベントも中止するしね、スタート時間のね学校こう女子校が全校時も閉めて、そうそう、その通り。だからそのぐらいにピリピリした厳戒態勢。長野駅も閉めちゃって、駅は閉めてないよ、そこだって、聖火通らリレーしないから、それよりもさ、ちみさんね、谷なんだっけ、やわなちゃんと、ああ柔道のな、ね、決勝をたまたま見たの、それで見事に投げ飛ばされちゃったの。そうそうそう、若い選手で、それがあのオリンピック代表になって、そうそう、勝った彼女は一体どうすりゃいいの。いやいや、だから勝ったのは次があるからという理由で、勝ったやつが落ちちゃうという、この矛盾だよ。それを平気で受けてるこのやわらちゃんって、いいとしこけんあったあのババアね、ババアじゃない、ババアじゃねえ、ババアぐらい、それでね、恥も外聞も誇りも何にもねえゲスな女だね、あれは。だけどね、いや俺は負けた彼女のためにね、それを支持するためにみんな言わないんだもん、やわらちゃん、やわらちゃんって。でも心では思ってるよ、俺もその通りと思ってるけど、バカバカしいから相手にしないんだよ。それは行動というのは、言葉に出したり行為に出したりするのを行動といって、こん中に入れとくものは行動でも何でもねえんだ。だから行動に出すほどの値打ちがない女だと思ってるから、所詮ね。いやそうじゃない、ママでも金とか谷でも金とかバカなこと言って、自分のことしか考えてない女なんだよ。だから常にどの競技でも、オリンピックの代表選手を選ぶときは、今度の水泳もそうなんだよ、いろいろ微妙なとこあるんだよ。だから微妙でも何でも、タイムのいい方をね、先にやはりゴールへ入ったのは勝ちだっていうふうに決めてあるならいいよ。それはね、こんなわずかなところで、本来こっちが優勝なんだけど、偶然にこの若者に負けちゃったって、これ負けちゃったんならしょうがないですよ。ただね、国内における勝ち負けじゃなくて、国際舞台に出た時は、今までの実績とか度胸とか、ね、いいよ、それはいい、何度言ってもいい、だけどいい。このなんていうの、推薦会というか、そこで調べる選考のな、選考のところでね、それを言わずしてね、彼女に言っときゃいいよ、あんた勝っても入れないんですよと、言っとくんなら、負けても入れますよと言ってやったんです。そうじゃない、相手の女にだよ。相手のか、相手の選手に、あなたは勝っても入れないんですよと言っとくなら、いくらか納得がつくよ、冬会だけど。それをね、あんな態度を取ってね、彼女怒り心頭に走ってるよ。いかにもつってね、あまりね、ここで怒っちゃダメ。いや長いんだよ、いや50分あるんだよ、初めにあんまり声が出なくなるから。出なくなったね、あんた。あそこになんかあのサイバー大学ってのやってるのがいるだろ、あれ吉村君か。あそうかな、そんなような名前だ。今日その辺にうろちょろしてたから、そっちに任せるから。任せるから、分かった。でも最後言うよ、一言、彼女、物事を信用するな、負けた、勝って負けたやつな、それいいよ、とにかくいい加減だよ。あなた黙らざるを得ないっていうのは、非常に悔しいというのを分かってる人たちが多くいるということで、いくらかまあ和らげるとか、和らだけどもつまんないね、まあ人生頑張ってくれよな、
俺が悪かった、うん、俺が選考委員ならこんなことしないよ。なるほど、やらなんと出さないよ。分かった、そこでやっと分かった、うん、市平陽子です。いつも番組をご覧いただきありがとうございます。4月20日は穀物の成長を助けるという穀雨です。番組では雨の中で歌い踊るあの名画も登場します。男子陳平の言いたい放題、まずはニュースからどうぞ。さあ、今週のニュースありすぎて困りますが、大体のヤーラってやつは負けたし、くどいよ。それでね、ハレンチな、分かったよ、盗人やろ。だから谷より、盗人とは言い過ぎでしょう、ね、盗人だよ、だから勝利権を持ってちゃった、ね、そういう意味でね、うんうん、でもね、やめろや、小泉さんがね、とにかく遠慮しろよ、バカやろ、谷は。どうぞどうぞ、聞いてる聞いてる、これはあの聖徳太子みたいなもんだから、いろんな人のことを聞きながら、大体谷なんであれを受けるってのはすごいね、受けるパフォーマンスで相変わらずね、すごいんだよ、受ける、自分として断るべきですよ、ね、で小泉さんはね、やっぱね、うん、彼のね、一挙手一投足が世の中を騒がせるんだよ。非常識、くどいよ、うん、え、くどいよ、くどく言わなきゃ分かんないよ、もうあれだけ言えばみんな分かってるよね、くどくなけりゃいいって問題じゃないんだよ、くどく言わなきゃダメな問題もあるんだよ、君個人的恨みでもあるのか、ないや、そうじゃなくて、ないんだろ、くどくくどく正、うん、あの他党を攻撃したり、うん、くどいことってある時必要なのよ、それは必要、それがね、彼女に対するくどくなんだよ、そうそう、前ね、ほらくどくだしさ、いいシャレですか今のは、黙って聞きなさい、黙って聞きなさい、ダジャレなんてのはね、言い直すもんじゃねえんだよ、いいダジャレですね、なんで、それで小泉さんがね、いや動いてるんだよね、あの小泉だって動くよそれ水面下でね、動くような政治の駆け引きが今やね、表に出てきたというところが時代が変わったんですね。で、小泉さん、いろんなところでね、神出鬼没に出没して、受けることを言ってる。どうして急に動き始めた。それは政局がいよいよ煮詰まってきたと、うん、解散とか総選挙とか首相になろうなんて、いやいや、煮詰まるってどういう意味、煮詰まるってのはいよいよね、逃げ道がなくなって追い込まれ、追い詰められてるような、そういうことなんです。自民党福田さんが、自民党よりも福田さんがね、福田内閣、しかも民主党は小沢さんたちは追い込んでいくぞと、うん、こう思ってる。それがだんだんね、はっきりしてきたんですよ、雰囲気が、うん、小泉さんがね、言ってんだよね、すごいね、うん、民主党の連中も、民主党の幹部クラス呼んだり、自民党呼んでね、それでね、すぐもう堂々とやってるの。つまり民主党と組まなきゃダメですよと、君たち気持ちがあるならばこっちへいらっしゃい、あれじゃない、民主党、自民党と組まなきゃ、自民党と民主党を組めよと、真ん中に第三の政党を作ろうとしてるんじゃない、いや、そこまで言ってません。小泉さんってね、そんな面倒くさいことしませんよ。新党を作るってそんな簡単じゃないんだよ。あ、そう、お金もいるしね、建物もいるしね、なかなかそう半端じゃない。でも麻生さんがそれをしようとしてるとか、うんうん、それにくっついてる中川翔一先生とか、それみんなくっついてやろうとしてる。だけどね、くっついてやるってことが決まればね、うんうん、今空いてるうちはあんだから、バタバタって電話引き合わせるの、みんなも一緒呼んで、うん、そうか、最初はかないよ、そう簡単じゃないのは、選挙を控えてて、選挙は小選挙区制ですから、うんうん、そんな簡単なもんじゃないんですよ、新党ってのは。だって大体こう割り振ってるでしょ。その言い方、そういう言い方を肯定すれば、もう全部できてなきゃおかしいよってことになっちゃうよ。ポスターから何から全部。ああ、できてやってますよ。もう街に貼られてますよ。ハンコ入って押してねえだろ。いや、ハンコ昔、消臭を押すってのは昔なの。今押さないの。今そういうのないの。昔偽物ができるな。偽物っていうことないよ。ちゃんとした企画に基づいて貼ってますが。あれ片付けてんのかね。え、数えてるのじゃ。いや、数えてないよ。だから前はね、貼らしてくれないから。この頃前はそのこれがないと正式じゃないっていうから、うん、で今なくてあれ。あれ売り返したやつ。そうそう、ね、何枚やったって分かんねえじゃん。今はね、今はいいの。だからいくら吸ってもいいんだ。いいんだけども、選挙と5000億吸ったって構わねえんだ。吸れるもんなら吸ってこない。吸ったって構わないんだ。構わない。構わないけどもね、選挙だというふうに。この間3000円すられたことある。
随分前だけど。たった3000円でガタガタ言うな、いくらでもやるよ本当に。あ、すいません、ないやないや、ズボンかけしたもんさっきね。いや、それでね、小泉さんが、まあ、両方から集まってこいやいと、平沼も来いやいと、そうそう、とんでもない、うん、平沼たちを牽制してね、郵政民営化に反対した平沼とか麻生とかそういうのは嫌い、あ、だから別の勢力を作りたいというような気持ちが、いや、今先生が言った通り、ね、第三勢力になるよ。でもそれは新党じゃないの、民主党と自民党の一部が寄り集まって部分的な政策連合をするという可能性を言ってるんであって、でもそれはなんか新党に近いじゃん、限りなく、違う、所属はちゃんと自民党あるいは民主党にいる、そういう新しい時代の形。じゃあ造反じゃないですか。造反は国会で党の決めた方針に反対すれば造反ですよ。でも動く場合には造反じゃない、政策連合を作った上でやる。そうか、だから理屈は、早い話が共産党と飲んだって別に造反にならない、造反にならないけど共産党の方がそれは断るけど、ね、まあ断る。いやいや、民主党の場合はね、はっきり言って自民党と大差ない、ただで飲み食いできればいっちゃうってこと。そのレベルじゃないけどね。でもね、今のいい話出た、麻生さんがね、ポスト福田を狙うのは一番近い立場にいる、で動いてます、麻生さん動いてます。でよそのね、派閥の連中とこうやってますから、麻生さん最短距離、うん、ところが小泉さんは麻生さんと組むのが平沼武雄で、平沼武雄は無所属ですから、うん、新党を作る可能性はあるんです、ね、お金は5人でも10人でも自分が何とかするんです。すごいね。でも政党ができれば政党助成金もらえますからね、うん、年末何人いるかの問題ですから。だから年末で決まるの。そうですよ。じゃあ今はもう別れてももらえるんだ、うん、別れても途中で別れても1月1日現在の所属議員の数によって政党助成金は配分されますからね、うん、じゃあ少しでも出てくれた方が、で出るとか出ないじゃないよ、大きい政党にとっては得なんだ、うん、あ、そう、金持ちから言ったらそうだよ ね、15人に作っててね、うん、それだけもらってて、うん、みんな言えなくなって悪い人に言ったら全部15人に入るっていう総取りだもん。かつて小沢さんがそれに近いことをやったんだけどね、うん、まあそれは置いといても、うん、麻生さん最短距離、うん、ところが小泉さんは麻生を憎し平沼を憎しというようなつもりがあるから民主党を呼んだりいろいろして、うん、次の総理大臣は誰だ、うん、だから一応その本命は小泉孝太郎じゃねえか。あれは俳優だよ、俳優か、うん、役者じゃねえのか。いや石原の子供も俳優やろ、声優がいるじゃねえか。いつか、また何、小池百合子先生、その通り、それは小泉さんが名指したの、うん、前原と小池、てめえが書いてたんじゃねえか。だから個人的関係は置いといて、この際はな、うん、小池百合子と前原置いといてね、ここには2人の総裁総理候補がいるよと言ってるわけだ、総裁じゃない総理候補がね、うん、いるよと言ってるんだから、これはね話題になりました。小池百合子は本気ですから、自分は絶対なりたいしなれると思ってますから。誰が、そう、日本で初めての女性の総理大臣、そう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 、だからこれは本気、ね、本人は本気ですがね、そうはなくないんだよ。よろしくお願いします。ファンレターじゃないんだよ。先生、もしあなたが総理大臣になったら、うん、民間で大臣、うん、文部科学大臣にしよう、いい、今の文部省を潰しますからみたいな、そういう、あ、それダメだ、潰しちゃえ、文部省はないんだから、もう文部科学省、文化省解体、うん、分かった。でもそれじゃダメだ、ダメ、うん、やっぱりごますらなきゃいけないな、金で買いたいっつって。まあいいや、それで今日はシャレが出すぎだよ。いや、まあいいや、それ それで、ね、シャレにいちいちこだわるなよ、うん、あ、こだわるね、分かった。いや、うん、ピンピン感じるんだよ、軽く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 、ピンピンこっちのように感じなきゃいけない。いや、こっちは無理だっつったじゃん、ずっと前からね。それで誰がなるの。いや、誰がなるって、麻生さんがなりそうだけど、小泉はなんないのね。なんない、小泉さん出る気ない、うん、でもこうやってね、あの人がなる、この人がなるってやってるってことは、うん、福田さんが続いちゃうっていうことじゃない、うん、そういうことも読めるけども、歴史的に見るとそうよ。ただね、たくさんいるとね、福田さんのね、一番不利だと思われてる人が生き埋めちゃう、うんうん、それは両子両友相打つという場合、うん、第三の男がと、そういうのは歴史の事実が、あります、うん、ありますけどね、福田さんの辞め方次第なんですよ。解散して総選挙になってね、政局が変わる、つまり政界再編になるか、それとも福田さんが総辞職、解散か総辞職ですから、もう総辞職したらもうだって首相やっていけないでしょ。いや、だから福田さんはもう辞めるんだ、安倍さんが投げたら同じですよ。 やっぱりね、それはないと思う。そう、あのやっぱり、うん、あの党役のサミット、うん、あのホテル泊まりたいと思ってる。それよりもそうだ、これを今日はね話さなきゃいけなかった。後期高齢者医療制度、これ言わなかったらダメだ。そうだ、後期高齢者ってなったね、うん、あれ新規高齢者とかあったやない、古いな、まあ、いや、それこれ、うちにもね保険証が来てね、
で保険証と一緒にね、こういうパンフレット。75歳以上なの？そう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 。ちょっとサバ読んでんじゃない？サバ読んだら76だよ。本当？これこれこれ。これちょっと映して。似てるわそういえば。え？似てるわじゃないよ。後期高齢者ね医療制度がね始まったと言ってる。これと保険証が来ただけなのよ。そういえば先生さっき怒ってたよ。何が？いや怒ったってそれは怒るよ、うん、これだけは来てね、あ怒ってるって書いてあったんだ新聞に、新聞に出てたけども、うん、これはいいけど、ね、これ来た家元とね、誰も怒ってねえじゃん吉村先生は、はい、え大将何怒ってんの、これは簡単なんです、うん、あのね新しい制度になったのはいいんですが、うんね、お金を払ってくださいよと、うん、75歳以上の人はね息子とかね誰かの保険の中でね一緒になっててそれはもうダメですと、自分は自分で払いなさいって、こういう先生75歳で払えるわけがないっていうな、だけどもそんな何万円も取らない、年金もらってるから、ね、7円と8円なら払えるけども、うん、だから少なくも2万3万なんてとても払えない、2万3万の人はもっと所得がありますからね、これはそもそも大体75歳で普通の人あの職業ついてない人だとあんまり年金のない人はね1000円かね、うんそこらです、なんかあの死んじゃうことを言ってる人に、いやいやそれは、ね、私を殺すのかみたいな、それは老人をいじめすぎだというねマスコミはみんなそうですが、うん、でもまあ死ぬ時に一番金持ってるって話もあるわな、だから残して死んじゃってどうするか分かんない、ただこれはね年金に応じて年金もらってる額に応じて保険料違いますから、うん、1000円ぐらいの人もいるし、うん、1万2万3万の人もいる、払ってる人もそうそう、いずれ俺のは76ですからもう引かれてますけども、いくら引かれてるのか分からない、そうそうそう、分からない、月にさ、はい10万ぐらいの年金もらってる人で、うん、この医療保険いくらぐらい？月10万で、あそしたら1000円台ですね。1000円台。ええ、あええ、その10万程度。いやそれここ書いてありますよ。書いてる？ここに書いてあるんですよ、うん、先生。ああちょっと今。だからね、怯えてるのはね、この保険証を送ってきた時にあなたの保険料はこれだけですよ、それを年金から天引きしますよということを言ってないから。だからみんな怯えちゃったんで、いくらになるか分かんない、うん、年間153万円ももらってる年金で、うん、そういう人いるんだ、いますよ厚生年金、それで1万1000円だから俺なんかそんぐらいもらってんじゃねえの、いやだから、75過ぎたらばたくさん払ってたもんね、結構もらってます今だってね、介護保険とね健康保険、国民健康保険、うん、これは、お宅のご夫婦は負担してますよ、かなりの金額ですよ、今度75になったらこれが来るんです、僕で言うとね、うん、3000円ぐらいだね、あそうですか、あの月に年金ですね、3万5000円、それは今国民年金だけだから、ね、もっと所得がありますから、ね、その75歳前後の人は考えるだろうけどね、うんうんうん、全部って前の人ね、うん、だけどやがて来る若者、何も20代の人に言わなくてもいいけど、うんうんうん、40代50代にちゃんと分からせなきゃいけないね、うん、そうこれはね、もしでもこれ小泉さんが決めたんでしょ、小泉さんの時になんで福田さんがそれをあの責任取って、いやそれは今の総理大臣だから責任は取れ、そう法を成立させた小泉さんは悪いわけじゃないですけど、大事なことはね、年取ってるとね1割負担ですよ現在、うん、ね誰かが保険料負担してるから1割で、ね、医療にかかれるんですね、うん、病院券、誰かが負担してるとその人たちがこれからますますきつくなるであろうということも考えないと、うん、ただ私は嫌ですと、うん、年寄り死ねというのか病院に行くなというのかというだけではいけないよという、ここも基本があるんですよ、あそれで怒ってたの、その部分は、ね、じゃあ普通怒るっていうと逆だよね、私を殺すのかって怒るんだ、それは老人が怒ってるんです、だって老人じゃない、老人だけども負担もやむなしという考え方だから、すごい老人だって、それはそうですよ、医療制度を保存するため、伊達康生教で国会議員やってなかったね、俺なんかもっとすごいもん、殺してくれだもんどんどん死ぬ老人、師匠それ話はできる、いやどんどん死ぬ老人がね、うん、増えていけば楽なんだよ、うん、そんな老人で労働力もねえんだから、うん、だからそれは奪捨て山っていうことまで言わないまでも、でも今度はせんだ、ね、それはねギリシャ的な合理主義、うん、エジプトの新常主義はね、うん、年取れば取るほど価値がある、うんうん、その経験と知恵、うん、これを社会に利用しないとどうするんだ、うん、ただ一つギリシャ人はもう何も力もないしね、ヨボヨボしてんだから早く死ねみたいな、ああそうかそうか、で僕はだから、うん、あのエジプト側ですから、うん、年寄りを大事にしてくれるのはありがたいけども、うん、誰が負担をするかというその経済的な面も、だから若者が負担するんですよ、だダメだ今日はここまでだ、もう、うん、どうにもなんない、キム・ジョイルがどうやったなんと懐かしい雨に歌えばでしょ、これは童謡みたいな曲なんだよな、元はオリジナルは1曲もないんですよ、うん、過去の MGM の映画を、アーサー
フリードが作ったのを全部今までの集大成を作ろうと、うん、自分たちの作った曲を全部入れた映画を作ろうというのがもともと発想なんですよね。だけどシング・ザ・レインはウクレレ弾いて並んでやるあの映画になったの、過去にもうあったその話じゃないね、今回の話ね。そうですね、だ雨に歌えばっていうのも過去の映画の中でもすでに使ってて、だから最初人権には嫌がってたそうですね、もう過去にやったやつを歌うのは嫌だって言って。非常に戦後見たカラーといい、ドナルド・オコンナーの兄貴的分のような陽気さ、デビー・レルズの可憐さ、そしてジーン の, 張り切ったあれで当たったろうな。評論家の間では評価低かった、これそうです。それがザ・エンターテインメントが出て再評価、そこからミュージカルの最高傑作になってったっていう、そういう話ですね。俺はもうとにかく生涯この、シング・ザ・レインに縛られたって言った方が変だけど、ずっと祟られたというかな、一緒に過ごしてきましたね。ショーはアスティアが一番好きなのに、でも作品としてはやっぱこれが一番です。前々回のイースターパレードこっちのがよくできてると思う、作品としては。お前なんか監督やるけどどう思う？いや私も一番好きなのは雨に歌えばですね、ミュージカルでは、ジン・ケリー。いや好きなのはやっぱり師匠の影響もあるんだろうけど、アスティアの方が素晴らしいと思うんだけど、映画を一本上げろってミュージカル上げろって言ったらやっぱりこれになりますね、なっちゃうと思うんだ。キスミーケイトよりも、やれ二の近キスミーケイトが、いや二の近な金の靴下ですか、変えたやつね、バンドワゴンだとかよりやっぱこれですね。それでまあデビー・レルズはまた現存だけど、あとは二人亡くなってます、でとにかく説明して画面を見ようか、で二人とも旅芸人だ、そこのとこ見ようか、ちょっと旅芸人であったと、要するにボードビリアンだよ、あれさ、なんぞ我々だったらわーっとお芝居になるの、こういう顔をずっとやってるね、向こうのやつってな、今もそうだけどね、まあまあそれはまあいいとして、二人の友達が、一人はスタントマンとしてハリウッドで働く、こっちはまあピアノ音楽の勉強をしていると、でそれが主役の女優が今度お前をその無声映画ですよ、スタントマンだからそれをやってやると、ジン・ヘイゲンって素晴らしい演技をするんですがね、まあバカ役をやるんですけども、それが声が悪いんですよ、あー聞いたーみたいな声なんですよだからトーキーになっちゃうと使い物にならなくなっちゃう、そういう仕掛けになってくるわけね。それでその映画を撮れって言うんで撮ったけど、ジャズシンガーでワーナーが当たったから我々もトーキーで行こうってことになって、そのトーキーでなんとかの王族の花嫁みたいなのやったけど、トーキーができない、とにかくもうダメになって、この辺からもうめちゃくちゃのところにマイクが置いてあるから鼻かめばチーンと音がしちゃう、で客はもうコメディのようにもう爆笑しちゃうんですね。あそこで、もうお客が失笑なんですよね。それでもうどうにもならない、まあ、その前に言葉を直しに行こうと、陶器になるから、そこで踊るモーゼスっていうオコンナーと、ジンの、これは素晴らしいです。プロの個人芸はいいよな。そうですね。軍部でなくてね。この二人がこれだけ素晴らしいのに、最後12分間のブロードウェイメロディーってあそこには出てこないんですよ。ドナルド・オコンナーが。この映画の中で。そうです。本当は二人でやるはずだったのに。撮影が長引いて契約が切れちゃったんです、ドナルド・オコンナーの、それで仕方なくそれで本当は2人で12分のやつやろうとしてもできなくなったんで、ブロードウェイメロディって白チャレシーを連れてきて、それで作ったらしい、ね、あれあんまりよくねえな、あれ結構長い長いね。でもそういう時は契約をじゃちょいと伸ばしてやりましょうとか、そういうのをしたらダメだったんでね、で今までやったその無声映画はダメでトーキーでやるって所長が言い出して、さっき言ったしトーキーでやったけども、声がどうにもならなくて、声がどうにもならないそうそうそう、俺と苦しいでしょ、苦しい、彼女は苦しいんじゃなくて規制なんだよね、変わった声で、それで彼女がいたんじゃもう、で二人ジン・ケリーと恋仲だって噂をされてるんですけど、本当は好きじゃないんだけどね、ケリーはね、で彼女がいたんじゃこの映画を、ミュージカルにすることはできないと、ミュージカルにしようって言うならそれならうまくいくだろうと、変なチャンバラだったんだけど、それだからその声の悪い、女優に対して口パクで、デビー・レイノルズっていうジン・ケリーが本当に好きなまだ売れてない役者、彼女の声を当てちゃおうっていう、
そこにあのジン・ケリーとデビー・レイノルズのこのサインが入ったデビー・レイノルズ、ちょっと明るくなっちゃった、ね、おいおい、それはすごいお宝だね、うん、であの彼女の声を乗っけるんですよね、うん、そのジン・エイゲンって声の悪いのに、あ、それでこれでやればなんとかなるね、うん、今日は記念の日ねって言うんだよ、うんね、それでグッドモーニング、グッドモーニングになる、もう今日なのよって流れになってる、ね、グッドモーニングに入ります、うん、でグッドモーニングを後半だけちょっとやって終わって、うんうん、それでアパートへ帰ってく、うん、ジン・ケリーが、うん、それで雨に歌えば、そうそう、カリフォルニア、いよいよこれがまた、そう、うん、で本当は最後あの彼女が歌ってる、デビレヌズが歌ってるとことをバラしてあげるんですよね、見事に、うん、サニーはね、でもあの裏話は、うん、その歌を歌ってるのはデビレヌズじゃなくて、うん、の声の悪い人が、本当の彼女が歌ってるんです、そうなん、本当は声悪いの演技で、あの吹き込んでるのはデビレヌズじゃないんですよね、うん、あのジン、ヘイゲンがあの歌ってるんです、本当はなんだ複雑で分からない、こんなになっちゃってる、そうだからデビレノズが歌ってるように見せてるんだけど、うん、デビレノズは歌えないから、うん、あの規制を出してた人が吹き込みの時に本当に自分の声で歌ってるんです、俺は素晴らしい女優だったよ、だからあの規制というのは作ってるんですね、そういう話があるんです、それは裏話です、ね、それは裏話です、ね、うん、であのあれトム・シンプソンズだけあの社長、まあはい、で、カリフォルニアは雨が多いから喉に気をつけて、あんまり雨が多いとは思わなかったけど、まあまあその、うん、グッドモーニングからモーゼス、いやいや雨の歌い場に入っていくまでずっとつなぎに豪華にご覧に入れます、うん、もう何十年も前、そう昭和20年代かしら、1952年ですね、ね、ああそう、じゃあもう20年、9歳と学生、9歳、うん、僕学生時代だ、とにかく思い出があるという映画はそれぞれありますよ、こんなシーンを覚えてるとか、うんうんうん、これは全編私の体に食い込んできて一つも忘れたところはないわけです、すごい、すごいんだ、じゃあすごいんです、じゃあ何回ぐらい見た、何回って10回や20回見てる、10回や20回、それで、ね、映画館だよ、そうよ、パリ行った時にね、やってんだよ、シャンゼリゼをちょっと左入ったところで、それで、まあ、あのビデオを見つけたの、うんうん、どうしようと思って買ったの、うん、ね、まあ、ビデオは買いますよ、うん、ただこれ映すのは入らないの、うん、なにソニーとか、うん、あの、うん、分かった分かった、それであれはね、ハードとソフトの違いで、うん、そんなんだろうな、あの何方式っていうのは、パレ方式っていうんです、パル、パル、うん、これ買ってきましたよ、それでうちで見られるようになった、すごい高いじゃん、うん、そこまで入れ込んでたね、うん、この映画にね、ここからは珍談ぶらりぶらりのコーナーです。さて高齢化社会と言われますが、ご年配の方は皆さん元気でグルメや旅行を楽しんでいます。こちらの4人の方の話はどうなるのでしょうか。それでは早速どうぞ。いや大体ね、年取りますね、うまくなったね、すごいすごい、そうなの、あ今のはそうよかったよ、でだけどね、みんなね年取っても元気で健康でね、若々しくいたいとみんな思ってるんだよ。俺思ってないもん。思ってない、うん、じゃあ例外だよ。例外です。普通はみんな思ってる、うん、思ってるけども、体力の衰え、記憶力の衰えね、毛髪の衰えね、うん、そういうものが全部、うん、自我に生きて、いや年だなとこう言ってぼやく。だって毛髪の衰えなんてもう若いうちから衰えてる人いっぱいいるよ。いるけどね、上と下と両方あるんですよ、毛髪といっても。え、いやいや、だからすね毛、そこまで下行かないんですよ、中間ぐらい。それでそこに白髪があると、腹毛じゃない、腹の下で。いいいちいち反応してるんですけど。それはもう衰えてる証拠だよ。いちいち反応するそうか。だけどね、下に白髪がね、うん、入ってた、うわってこうなったりするんで、でこの本、うん、これ今度出しました。俺ないよ、そういうの。え？割と白髪も少ないしね。染めてんでしょ？染めてるけどやっぱ黒いとこ多いですよ。あ、そう。下は？下もないよ、まあ、いや、これちょいボケってちょいじゃない、うんボケでしょ、じゃあいいんだよ、うん、いいんだよ、まだまだらボケように、あこれ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 とにかく俺のとこに電話かかってくるとね、うんうん、何にもできなくてただうちにいるだけでね、今日初めて夕方会ったあんたの電話が外部との接続の初めてだなんつってんだよ、それでこの本書いてるんですか、書きやがとこの野郎、書きやがとこの野郎って俺書くのには言うやの編集者呼び出すだろ、どこが見えないんですか、わかんないよ、ね、先生どうやって書いてるんですか、ペンペンで書いてるんですか、ちゃんと違う違う違う、喋ったのを人に書いてもらって、うんうんうん、だけど直すだろ、それ直す、最後直す、全部直した、
10億3倍ぐらいですよ。でこんなでかい拡大鏡で、こんなでかい、うん、それでタイゲルジュレ本一冊こんなでかいですね。みんな2にしてるんだけど、個人的な感想でね、年を取ったらね、1ね、罪に済むのは地方か都心か、ちょっと待ってよ。地方老人本の中身じゃないんだ、本の中身じゃないんだ。本の中身いいですか？それはおかしい。本の中身でしょ。じゃじゃ、それ本の中身って違って、本は中身でしょ。年を取ったらね、年を取ったらね、どこが変化するか気がつかない。若い時まさかと思うことがあって、まず眠れなくてね、薬飲まなきゃ眠れない、一つ、うん、2番目足が上がらなくてね、うちの中でも転んじゃうの、座布団に引っかかって、この後銀座で転んだのね、銀座に座布団もよかったんじゃ。銀座は違うよ、あのほら、なんだよ、段差だよ、段差。それがボケてる職じゃないの。いや、だからそこまで知らないよ。うちの中の話だけ、銀座の話は分からない。3つ目はね、おとなしくなっちゃってね、うん、悪口とか批判とかそういうこともできない。全然嘘じゃん、今騒いでるじゃん。え、騒いでる、騒いでる、さっきもすごい騒いでたよ。じゃ昔に比べればな、昔はすごかったもんな、人の悪口って楽しくてさ、飯はうまいね。もう本当にモテてモテてな、眠れなくなると薬に頼るって。俺なんか昼間から飲んでるもん、睡眠薬。昼間はやめろって言ったじゃない。やめろと言ってもね、この不快さはやめられない、ね、やめられない。だから不快さに入っちゃったからなのか、うん、自然にほっといても入るような年齢になったのか、うん、その辺は年齢だね、年齢だろうな、ね、だいたいね、老人のね、半分はお医者さんに聞いたら、半分はね、処方箋でね、睡眠薬ハルシオンとかね、うん、マイスリーを出してるそうです、うん。だから我々は本当にそうですよ、2人とも薬に頼って生きてるんです。あ、そう。そうですよね、眠れないんだ。まあ、俺はもうな、お前が弟子にした頃からも飲んでるからな、はい、あ、そう、うん、老人前からです。老人前から、少年の頃からそんな昔から。じゃあ今中毒だよ。まあ、でもね、先生なんか生まれる前から飲んでて、お母さんが飲んでちゃいら俺は、ね、若い時は眠れたんですよ。で、年70ぐらいからダメになったんですよ、うん、この間もえばってましたよ、僕ね、そんなチンペイ先生の言うようなこと一つもないって、当たり前だって、70までは大丈夫だって言ってました、ね。いや、だから若いと思って、年取らないと思ってんだよ、吉村君。まあまあそう思うよ、普通だし。志らくさんなんか絶対あれでしょ、老人のことなんか分かんないでしょ。それ分からないですよ。まだだって40の半ばですもん。街を見るとね、すごい人たちが歩いてんね、うん、杖にすがったり、そうそう、車にすがったり、両方へすがったり、いよ、張ったりね、ワニの尻尾へ捕まったり、ね、そこまで知らないけど、なんかさ、お年の方は車をこうしてるのね、だからあんなの邪魔でしょ。そこまで知らなかったってのはすごいね。だからさ、だから元気なんじゃないですか。元気なそこまで知らなかったってことは知ってるやつが。せっかくこの本を宣伝しようと思ってたんだよ。これは買わなきゃいけない。天皇陛下が推薦してるんですからね。だね、初めての老後って二度目の老後ってねえよ。いや違う、そういうね、浅い意味で取っちゃダメだよ。あ、そう、老後は誰にも初めての経験で分からないことが多すぎるよと、それで戸惑うよって。白木さん、老後はやってみなきゃ、すいません、質問していいですか、はい、老後はやってみなきゃ分からないって、老後ってのやるもんなんですか、うん、生きるという意味です。あ、老後を生きるというのはそんな甘いもんじゃないとね。この放送が終わった瞬間、うん、本屋の人がうわーって言って、この本をよこせーって男子書の本みんな買って帰っちゃった。わざとらしいんだよ、成果の後みんなこの本を持ってよ。もうで雨に歌っちゃう。志らくさん、結局こうやって壊してね、俺の足引っ張るんだよ、みんなで。いや、私訴えてないよ。おとなしくなる、そう、悪口や批判をするパワー衰えるって。そうだよ、どこ衰えてるんですか。いや、衰えたよ、昔は。だいたいやわらちゃんなんて、あんたから全然衰えてない。あの恥知らずな、本当になんていうのかな、ねね、バカ以外だよ、ね、人間じゃないよ、ね、あれ日本人じゃないよ、あれ、ね、こういうくどいのもね、年寄りの証拠なの。いや、そうじゃない、我々のルールなんだよ。ルールな、誰が作ったんだよ、ダメ押しをかけるってのは我々のルールなんだよ。ダメ押しか。だから近頃、吉兆のババアが出てこないと寂しいから、なんてなんか。そうか。だからどっかで吉兆のババアも出さなきゃいけないんですよ。となると、これちょいボケはだんだん、俺だけがちょいボケや。そうだ。家もた、ちょいボケじゃないんだね、まだ。違うんだ、精神不安定。どうにもなんないよ、もう。ね、結局ね、こういうね、今日はこういうね、ちょいボケ瞑想機でこの話しようと思ったんだよ。単に本を宣伝したいだけでしょ。いや、そうですよ。本音はそうです。それじゃさ、うん、本音はそうだっつ。15秒でさ、いくらっての買ったらどう思う、MX の番組を。すいませんでした。お騒がせいたしまして。じゃあこれで引き下がりますから。はい、野税の本会。はい、本会、野税の本会。うん、そういうその男子の本会ってクソのギャグをほら、梶山敏行が言ってたけどね。うんうん、まあまあ、
なんだ、焚き付けぐらいになりますか、ね、焚き付けってのは言わないね、古いな、焚き付けだって死神にもならないね、弁当すむわけにいかないし、しょうがないのこれ買ってま、もうかだから10冊買って枕にするとか、ね、終わり終わり。あっという間にお時間となりました。男子チンペイの言いたい放題いかがでしたか。最後は家元の締めのジョークをどうぞ。おい、誠実な人間を金で買うことができるかね。わからねえけど、少なくも売ることならできるぜ。コートのジョークでしょ、ね、え、今までやってたら全部きれいに蘇らせ、清掃し素早かにしたところで、来週、大体あの柔らってのはな。